階段アミーゴ。よかったなって本当に思います。他にもですね、だからこういう体験談もあったり、いろんな人の話も聞いたりしたんですけどね、これはね、階段、長野で、長野会場で聞かせていただいた話が一個あって、はい、階段としてすごいなんか面白いなと思ったのが、はい、その方女性なんですけども、今もご実家の一軒家に住んでらっしゃる、はい、で長野方面の方なんですけど、住宅街の方にあるですね、大きな一軒家なんですよね、はい、で2階建てで1階があのいわゆるお客さん商売をしてるみたいで、商店みたいになってるみたいで、その奥がリビングになってると、はい、でだから結構広い家というか大きな家なんですよね、はい、でそこの2階にみんなの部屋とかもあるんですけども、ある時にあのすごい2階に上がって左に伸びる廊下の途中にすごいハエがブン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 飛んでるらしいんですよね、あれと思って、で住宅街ですし別に真後ろが林とかってわけでもないし、何この大量のハエと思って、別に盛大に窓をガラガラって開けてるわけでもないのに、何これどっから入ってきたよと思って、一生懸命一匹ずつ何とか捕獲して外に出してみてとしたらしいんですよね。その廊下の先っていうのがおばあちゃん、一緒に住んでるおばあちゃんの部屋になるんで、まあ、おばあちゃんが困るんですけど、まあその時期もう実はおばあちゃんっていうのがちょっと体を悪くして、あの施設に入所されてたから、はい、まあ別にハエがたかってるからというので、うわ通れない、困ったってことはなかったらしいんですよね。でおばあちゃんも今施設で元気になさってて、でもう 2,3 ヶ月会いに行ってなかったらしいんですけど、ちょこちょこ会いに行っておばあちゃんとよくまあそれで喋ってたんですよね。でそんなおばあちゃんの部屋までのその左側の廊下の途中にハエがめっちゃ飛ぶっていうのがまた数日後にもあって、と思って、そしたらまたそれを一生懸命その取って外に出してってやるのに、またハエがたかってる、それもまた2階上がって左のおばあちゃんの部屋に続く廊下の途中にハエがたかってるっていうのが続いたから、もう何これと思って、一生懸命そのたんびに取って外に出すっていうのをやると、でそれが何日か続いてしまったの。でうわめっちゃ何これと思って、毎日一生懸命撮ってったら、おばあちゃん入所先で亡くなっちゃったんですよね。本当にもう安らかにというか本当に亡くなられたみたいなんですよね。でその状態で亡くなられたと。でうわーっと、でまあ、そうある程度こうこうこういうことがあってっていう、まあ、そう亡くなられた後もねいろいろあると思うんですけど、終わって家帰って、で、まあ、その日からもねその家では暮らすんですけど、おばあちゃんが亡くなったその日を境にパタリとハエがそこをブンブン飛ばなくなったんです。これなんでだろうって思ったんですよね。これもう本当わかんないですけど、関連性があるかどうかわかんないですけど、うん、窓をむちゃくちゃ開けてるわけでもないのに廊下にむちゃくちゃ虫がブン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 飛んでる、ハエがブン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 飛んでると、なんでなんでっていうのが数日続いてて、おばあちゃんが亡くなった日を境にいなくなるっていうのは、これ本当何か関連があるんじゃないかなって、もしかしたらそういうつながりあるんじゃないかなって、ちょっと不思議な怪談としてね、はい、面白い、はい、実際の体験談を聞かせてもらいましたね。不思議、うん、面白いですね。なんかあれですよね、虫の知らせってよく言うじゃないですか。はい、虫の知らせですよね。そうですね、こんなに綺麗に虫の知らせなんですね。確かに、うん、すごいですね。うん、部屋じゃなくてやっぱ家族に知らせたいから廊下だったんですね、きっと。部屋だったらね、部屋まで入んないですしね。うわ、